はい、毎度クソシバでございます。今日はですね、たまたまちょっと東京に来とって、今からね、大阪に帰るんですけど、今から東名通って、新名神通って、大阪に帰るんですけど、高速道をね、制限速度に沿って帰ると、一体何キロ燃費走るんかっていうのをね、今日、検証していきたいと思います。まあ、条件はもう全部レーダークルーズを使って、そのところどころの制限速度を守っていこうっていう企画です。時々ね、休憩にも入るし、もしかしたら眠たくなったら寝るかもしれへんけどね、今からね、やっていきたいと思います。はい、まずこれをね、ゼロにします。はい、ゼロにしました。リセット間燃費もゼロにします。で、これで今から高速入って、検証していきたいと思います。ではまた。いきなりなんですが、いきなり首都高入ったんですけど、渋滞しております。はい。ただいまこんな感じです。はい、現在100キロでね、燃費が 13.4 ですね。はい、ということでまた200キロで会いましょう。はい、今200キロになりました。ここまでね、ノンストップで来たんですけど、今ね、リセット間燃費が 13.8 ですね。はい。あとね、また頑張っていきたいと思います。次はまた300キロで会いましょう。こんな感じで走っております。今ね、ここどこ？読めないけど、なんかこんなとこです。はい、頑張りまーす。はい、300キロ来ました。300キロでただいま燃費がね、13.9 で伸びましたね。やっぱ下りがね、多いと伸びますね。うん。ということでね、今、名古屋です。こんな感じでね、順調に進んでるわけなんですが、まあ、眠気は大丈夫なんですけど、すごいおしっこがしたくなってきたな。400キロ地点ぐらいで一回おしっこ行けたらなと思います。いや、大津かな。はい、400キロになりました。いやー、だいぶ来ましたね。で、今燃費がですね、見えないですね。まあ燃費が 13.5 キロです。はい、上り坂が多くてね、だいぶね燃費が悪化しました。はい、で今ね、時間が10時半ぐらいなんですけど、もう僕ね、東京出たのが5時頃やったんでね、もうかれこれ5時間ちょっとずっと運転してるんでね、もうエコノミー症候群になりそうなんですけど、もうね、目的地まで100キロ切ってると思うんで、このままね、もう突っ切っていきたいと思います。はい、もうね、膀胱もね、もうエコノミー症候群ももうね、すごいことになってると思いますけど、もうこのまま行っちゃいます。料金所結構いい金額いくと思います。東京からね、全部乗ってきたからね、全校でいくら？およそ20km。 わーおー、ぼったくりということでね、まだまだ行きます。はい、ということでね、もうね、高速を降りるんで、ここでもうレーダークルーズがもうできなくなりますので、ここで終了としたいと思います。レーダー切れました。じゃあこれ降りたところでちょっと見てみましょうか。およそ 2km 先、左方向です。止まれるかな、どこか。料金は980円。はい、ということで、はるばるね、東京から帰ってきました。東京から、乗った距離がですね、481キロで、燃費がですね 13.9 でした。はい、はい、ということでね、帰ってきましたけど、いやー、休憩なしで帰ってきました。むちゃむちゃ疲れたっすけど、まあまあね、結構行けます。僕慣れてるんで、全然ね、乗ってても疲れません。疲れますけど、うんはならないですね。まあコツとしてはですね、もう一定のスピードで帰ってくる、これにつきます。もうなんか踏んだりブレーキ踏んだりみたいな、こう抜かしたりとか、いろんなことをやればやるほど疲れてくるんで、もう一定の速度でその速度に目を鳴らしてしまうみたいな、それで帰ってくるのが一番ね、いい感じに帰ってこれます。はい、で今日 13.9 っていう結果になったんですけど、これね、レーダークルーズ使ってたんで、
実際はもっとあの自分のアクセルでしっかりとあの燃費運転をすれば、おそらくまあ 14.5 ぐらいはいけると思います。あの速度もね100キロ出すとすごいね、燃費が悪くなります。はい、だいたいベルファイアってねこれね80キロぐらい、80か90ぐらいで走るのがねすごい燃費良くなるんで、100キロになるともう格段に悪くなります。だからまあまあ燃費をね取りたい人はもう自分のアクセルであのゆっくりね、あの大型トラックの後ろをひたすら車間をね詰めずに走るのがいいと思います。僕はねもうねそれできないですね。もうこのレーダークルーズの落差を知ってしまえばもうそのまま帰ってきてしまいます。はい、まあレーダークルーズ使っても東京大阪間、13.9 リッター 13.9 で帰ってこれますんでね、まあまあこの車体やったらありやと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。じゃあまだバイバイ。